どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっと驚かせちゃうようで申し訳ないんですけど、ガズ個人的なちょっとこうお知らせをさせていただきたいんですけど、なんとですね、この動画がアップロードされるぐらいでですね、入院になりました、ガズさん。どんな入院かというと、すぐに退院する予定なんですけど、手術をするということになっております。何の手術かというとですね、なんか血管がちょっと一箇所、詰まりそうだということでございまして、そこにですね、こう、血管を広げる、手術というか、その施術をですね、しに行くんですけど、まあ、それでね、5日間か6日間ぐらいちょっと入院になっちゃいますということで、ちょっと更新がですね、今までの過去の、動画を、今もう一度お届けしようというアーカイブアップロードばっかになっちゃうということをちょっとね、お伝えしようと思うんですけど、まあ、こういうね、入院っていうとみんなゲーって思うかもしれないですけど、もう本当にもっと大変なことになる前の本当に予防の手術みたいな感じなんで、皆さんもね、ぜひ私のこの動画を見て健康管理また気をつけていただければと思うんですけど、ガズさんがどうしてね、この症状が出たかっていうと、僕ね、2008年に、急性骨髄性白血病という病気になってるんですよ。皆さんご存知でしたかね。その病気になっちゃって、本当もう何年も入院して、ドナーさんに巡り会えてですね、骨髄移植っていうのをさせていただいて、僕こうやって今ね、元気にさせていただいてるんですよね。で、そういうまあことがあったんで、今もずっとですけれども、主治医さんに、3ヶ月に一遍ぐらい定期検診を受けて、ずっとその、骨髄移植の経過観察をまだしている状態なんですね。その時の、中でいろいろこう、検査する中で、発覚したっていうことなんですけど、全然何にも自覚症状も何にもないんですよ。で、別に血圧も高くないし、コレステロールも高くないし、もう全然特に問題ないんですよ。すべてね。なんだけどこうなっちゃうんですよ。で、一個だけね、不思議だったのは、僕ね、右手と左手の血圧の高さに、すごく、10か20ぐらい開きがあったんですよ。こっちが80から100ぐらい、左が。こっちが100から120ぐらいだったんですよ。これでいつもね、なんでだろうと思ってたら、どうやらそのどっから血管が詰まると、そういう右手と左手の血圧の高さが違う。皆さん、こういう症状の方、今すぐ病院に行ってください。本当、そういうね、ことがね、で、これで分かればいいんですけど、じゃないとね、もっと大変なことになっちゃう。まあ、例えば脳梗塞になっちゃうとか、心筋梗塞になるとか、いろいろそういうリスクがあると思うんで、もうね、やっぱり健康、一番ですから。もう、今もね、このおしゃべりしてる時も元気もりもりなんですけどね。まあ、なんで、そういうわけで、その治療に今から行くぞということで、ガズレレ YouTube の新しいね、撮影はできないんですけど、まあ、そこはガズレレ YouTube、今までね、面白い動画たくさんありますんで、毎日毎日何かしらね、動画をアップロードしていこうというふうに思ってます。でね、その病気のことなんですけど、ガズさん、この本をですね、出版しています。主婦の友社から出ている、いきなりウクレレという本なんですけど、これがですね、その、白血病になったりして、いろいろガズが思ったことを書いている、すごく面白い本なんですけど、なんとですね、この本、最近ね、本の方は、ちょっともうね、絶版になっちゃって、売り切れちゃったらしいんですよね。Kindle では読めるようになってますんで、ぜひ Kindle でですね、いきなりウクレレ読んでみてください。これなかなか面白い本なんで、このタイミングで読んでいただければな、というふうに思います。そしてですね、ちょっと入院中ってどんなことができるかわかんないですけど、1日はね、多分ね、ちょっと、何もできないかなって感じですけど、毎朝7時半からやってるスタンド FM というアプリでやってるラジオ配信、ガズラジ。こっちもね、ちょっとわからないんですけど、談話室みたいなところがね、入院するところ、病院の中にあるんで、まあまあ、軽くセイハローぐらいするかもしれないかな。ちょっとその辺もちょっと、今の現状ではなんかわかんないけど、もしかしたらその辺もやるかもしれないし、ブログはね、結構書くと思いますね。今ね、あれなんですよ。病院もすごいもんでですね、フリー Wi-Fi が入っていまして、もうインターネットも超速い高速インターネットがね、入院しててもね、使えるんでですね、結構、僕の場合は、長い時間、何にもし、なんていうか、要は、カテーテル手術なんで、本当に切ったりするわけじゃないんで、結構元気な状態で入院するときは長いんで、まあいろいろその中でできることはやっていこうと思いますね。ちょっとね、優しい目で、応援してくださいっていう感じなんですけど、まあこれを機にね、まあなんでこれやっぱり健康みんな大事だからさ、今一度ね、なんかこう自分のこの、本当人間ドックとか行った方がいいですよ、皆さん。僕の場合はたまたまそういう、検査してたから気づけれたけれども、やっぱ早期発見が一番大事だと思いますね。そんなことも合わせてお伝えしていきたいかな、というふうに思います。引き続きね、
そういうわけで今も言ったように動画の方はですね、今まで撮ったやつとか上げていこうと思ってます。あともう一個ね、私の愛するハニーさんとやってるガズピアの YouTube チャンネルっていうやつもあるんですけど、そっちの方はですね、ハニーさんに頑張っていただいてですね、ハニーさんの方で、ガズピアノもめちゃくちゃ面白いことになってますからね、皆さん、こっちの方もぜひチェックしてください。ガズピアノのチャンネル、リンク貼っときますからね。はい、そんな感じで今日はね、皆さんちょっとこの動画驚かれたかもしれないんですけど、こんな元気もりもりで、なんか全然自覚症状がないんで、ほんと不思議ですよ。こんなに元気なので入院していてもう大丈夫なんだろうかという感じなんですけど、予防でございます。やっぱ全ては予防。そんな感じでですね、これからもね、やっぱり楽しく音楽ずっとやりたいからね、みんなもそれは気持ち一緒だと思いますんで、こんなような動画を今日、撮らせていただいて、おります。はい。そんなわけでね、またすぐ戻ってきてね、レッスン動画始まると思います。お楽しみにお待ちください。それでは皆さん、健康に気をつけて、ごきげんよう、さようなら、バイバイ。では入院してきまーす。